本日は黒柳さんは残念ながら舞台挨拶には参加できなかったのですが、声優キャストの皆さんに宛てた手紙を預かっています。アン様、母の声をやってくださって本当にありがとうございました。母の声とぴったりでとても嬉しかったです。病院でお会いした偶然が思い出してみても楽しかったです。今パリにお住まい？お元気でね。子供かわいい？また会いたいわ。じゃあね。あ、はい、すごく嬉しかったんですけど、ちょっとすごいプライベートなあれだったんで、ちょっと補足しますと、すごく例えば毎日連絡を取り合ってるとか、そこまで密に連絡は取ってなかったんですが、子供を産んだ直後にたまたまなんか連絡を取っていたら、え、私近くにいるんだけどって言って病院に駆けつけてくださったんです。で、その時に子供を見てもらったりとか、収録の時も実はちょっと子供と挨拶して子供にこう挨拶させたりとか、会っていただいたりして、そういうわけで本当になんか孫のように子供たちのことを可愛がってくださっているので、ぜひひ孫まで見ていただきたいなというふうに思っております。